れはあれで勇気あるなと思うけどね、霊感ないにしても。岩付き岩付きって言っても別に住んで何かが起きるかっていうことはないしさ。ないですかね。なんちゅうの、岩付きのただ住んでる、別に悪さをしたいわけじゃないからさ。うんうんうん。ああ、そうね。うん。でしょう。まあ、悪さしなければ平気っちゃ平気か。うん。住んでるだけだから。だからそれが騒ぐから結局面白がるっていうか。うん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 。うん、それは海外のを見とるとさ、布団がバーってめくれたり、ドアがギーって帰ったに開いたり、うん、うん、そういうのは意外とその家族の中に嫌いなやつがおるとか、おお、うん、俺も岩付きの家に借りて住みたいと思ってるもん、1ヶ月ぐらい。うん、家賃は安い、多分。ん、出して。なんと1ヶ月住むで、俺。カメラを3台ぐらい置いて。だって、今テレビでもさ、座敷わらしかなんどんたらこうたらってテレビでやってんじゃん。うんうんうん、はい。座敷わらしさん、座敷わらしさん、今は何ですかってコンコンって叩くやん。うんうんうん。あれがどうもし、俺なんか納得いかねえんだけどな。最近の心霊でもやらせチックに見えるものはあると。いや、本当に変な話、心霊の人たちが物をって叩くだけの返事をしたなら、全員霊感あるやつみんなやるぞ、それを。ああ、確かに。うん、わかんねえけどな、俺もそれは。俺今までそんなことやったけど物叩かれたのってねえもん。ラップ音鳴るぞ、ピシッピシッっていう。うんうんうん、うん、ああ、返事に物を叩くなりなんなりの返し方はないと。わからん、俺にはその経験ないから、そういうのもあるのかななんては思ってもいるけどさ。だけど座敷わらしって会いたくて会えるもんじゃねえじゃん。まあ確かに運がいい人が会える的なやつですよね。そう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 。うん、俺わからんねえ、あれ、あのテレビだけはわからんねえや。どのテレビか俺は分からないけど、俺も分からん。あの、義母愛子さんだったりなんかあのっていうあの、あれもさ、俺さっぱり分からんまま動画で出したけどさ、みんな分かってたもんね。義母愛子さん、すげえなって思った。そりゃ義母愛子さんを、神やて、俺ら、僕から言わせれば。信者やもん、俺。俺はこ、あの、当然ラジオ撮って編集してあげるじゃないですか。うんうん、ラジオ撮ってのこのスパンの間では、誰のこと何言ってるんだろうって言われたから。武道も知らんかったやろ。うん、あれもあれコメントで、うん、来てちゃんと説明してくれた、あ、うん、コメントありましたね。すげえな、みんな分かるもんなんだなっていうのは。そう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 、俺が知識ないなんていうの、もともとそういうのに興味なかった蚊帳の外の人間だからさっていうのもあるんだけど、うん、やっぱしインチキでしたかって、インチキです。それは面白い。インチキです。あれは金儲けです、テレビ局の。でもパフォーマンスとしては優秀だったんでしょ、それだけテレビに出れたってことは。そうなんだよ、だから僕らにはないものはパフォーマンスなのかな。んでも本当に心霊とかさ、除霊師とかさ、占い師って、うん、詐欺に近くね。多分ね、あなたに会わずに生きてて、その、うん、占い師だなんだって言われたら、うん、はぁーんとしか思わんけど、うん、あなた見て、あなたがたまに占いって言ってね、うん、人を占ったりしてて、うん、それの信者見てると、うん、ああ、占いってあるんだなって思う。これは本当に身内ネタで申し訳ないんだけど、うん、あなたが占いでその子の未来ピタリと当てて、その、
ほっといてもリピーターになるじゃない、その占った子が、うん、それ見てるとやらんでもいいの大変だなって思う、もうやらんでもいいのに振られたりな、そう、そのこれやったら別れるよって言ってやっとるやつがおったな、そういや、うん、そのこれはやるなよって言ったのに、そのわざわざその占われた子は、うん、あなたの言いつけを無視してやって失敗して、うん、あのかっちゃんどうすればいいですかっていう2回目のリピーターになってくるじゃない、そう俺なんで、なんていうの、裏、1回目の占いやっちゃったんだろうって思うもん、うん、っていうかさ、やっちゃいけないよって言って占ってやってるやつも不思議だよな、うん、あの初期の占い費用ただで引き受けたからでは少なくとも俺の知ってる人はね、やっちゃいけないよって言ったら普通やらんやら、まあ若さだよっていうことは俺を信じてない証拠だろう、なわけねえじゃんとかさ、占いに来るたんびに、いやあなたのことを信じてますからって言うんだけどね、うん、でこうこうこういうだから待ち、あのもう少し待てば運気が来ますからって言ったけど、すいません待ちきれませんでしたから行ったから振られましたとかさあれを聞くたんびに俺は占い外れましたねって言われたけどあれ占いお前外っとるんかなと思うもん、あの言いつけ守られなかったらそりゃ外れるわけで、そりゃ時が来るから時を待ちなさい、必ずそのタイミングがあるから、そのタイミングがあと 1,2 ヶ月でタイミングが来るからお待ちくださいって言っといて、待ちきれませんでしたちっておめえ次の日に言いに行くんや、それって俺外しとる本人的には今だってなったんでしょ俺わかんねえんだよなあれ、あなたの言うそのタイミングっていうのは全体的な相手のことも含めた雰囲気の総まとめで今だっていうタイミングだけど、うんうん、本人的には俺が告りたいと思った、じゃあ今だっていう感じで、多分意見の相違があるんだと思う、そこがいや慌ててもしゃあねえけどなうちの娘でもそうやろ、前でも言ったように妥協すれば彼氏はできるっつってさ、妥協できんかった、パパ占い外れたって、外してねえだろ男はちゃんと告ってきたんやもん、その2ヶ月後にだろう、うん、ちゃんとその半年以内でしたっけ、で彼氏ってか妥協すれば彼氏ができる、3ヶ月以内に男性から声かけられるっつってんて、うんうんうん、で2ヶ月後に声かけられたんや、うんなで、それって何で本当にできる、いやお前が妥協すればできる、あの彼氏ができるって言っていたよ、うん、妥協すれば言っといたんや、ね、うん、なそしたら2ヶ月後に告られたんや、妥協できんかったっちゅうそれ俺当たっとるやろ、当たってるね、妥協すればできとったんやで、うん、うん、その妥協のラインが浅いか深いかだけでだろうだこいつカットでしょそれはねもうえでもそういう占いやってて本当に当たるから、ああ占い師ってまあいるはいるんだっていうのは思った、あの水晶玉取り出してなんかこんなんやってるようなうん、ああいうのはなんか昔流行ったな、ほんまに見えるんかなって思うけど、見えねえよまだあのなんかタロットでなんかカード引いて何々の反対だから運が悪いこと起こるよみたいな言われたのがまだ信じれるなって思ってたもん、最初は水晶玉やるぐらいで、俺さあのタロット占いですけどあれ記憶できんのだわ俺、ああ書かれた事象の内容を、だけどタロット見とるとさ、めくり方ですげえ違うもん。まあね。うん。いや、ほんとタロットってこうやってめくってそのまま相手側から見たものが逆さまなのか、こっちから見ての逆さまなんだって分からへんやん。こうめくるんじゃなくて、こういう風にめくりゃいいんじゃないの？違う。よくおるやん。こうやってめくるやつと、こうやってめくるやつ、これでも逆さか逆さじゃないかって人生、要するにあんなもん占い師のめくり方で人生変わるだけやろ、まあ逆向きか正位置かは変わりますわね、うん、ポジティブに言えば自分な占い師からは逆さやけど自分から言えば逆さじゃないわけやん、うんうんうん、ポジティブに取りゃいいじゃん逆にそれは占いじゃなくて根性論だよ。そう。
俺占いのあの手相とか見てさ、うん、あなたはお金持ちになりますねって俺言われたことがあるんだけどさ、お金持ちになったことないけどさ、うん、いい手相してますねとかさ、おお、うん、言われるんやけどさ、へえ、うん、まあそこで貧乏になりますとか悪いことつらつら言ってな、金取るのもな、うん、違うとは思うからな、言うて今年はお金運にありますよって、お金運ってさ、金運ってさ、うん、どこまでが金運なんや。要はバイトなり正社員なりで働くのはもうあの確定したお金じゃないですか、うん、そういうのじゃなくてマジでその宝くじ買うだとかそういう運勢のことじゃないっすの、本当になんか 100% 運に頼り切る代物。そうだってそんなもん、なもん大半金運ないですね金運ないですねやん、手相見てだって臨時ボーナスありますなんてそんなのさ、うん、本当にまれじゃん。うん、だから俺ああいうさ占いって結婚は必ずできますよって、おうおう、できんことはないじゃんさっき言った妥協すればそう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 、だから、うん、僕も自分で占ってるわけじゃないです、本当に今僕がついてる心霊で占いをやってるんだけど、本来はお金を取りたいんだよねあの無料でやってるのを見て思ったのは、あの、うん、客層を選ばないリピーターがバンバン来るのが鬱陶しいなとは思った。鬱陶しいまたただやろうと思うというそうそうそう、あのハイエナ根性でガンガン自分を良くしようみたいなのが、これは多分切るべき客層だなっていうのは。お金もらってきちんと占いして、コロナやけど2組目今年結婚されました、おめでとうございます。わすごいね、まだ半年も経ってないのに2組もう導きましたか。導きましたちゃんとお金払ったできちんと見ました俺すごいな、なんかもうお金無料でやるときは適当まあね、どうせただだし、うん、いい悪いやってもどうでもいいもんだけど、うん、うん、もう2回目に来ると鬱陶しいから適当ああ、そうか、その2組はお金ちゃんと払って、そのガチでガチで占いでそう、商売の人もガチで視点、うん、を出そうとか言っとるもん。ほーん、すげえなと思った。俺もそんなありかやりてえなと思ったもん自分で自分を占いで出来ができ見えないっていうのが悲しいね。まあそれがなんていうの、正解だよ。未来見える人の、自分の未来だけは見ちゃダメだ。自分の未来が見えるのは自分のいつ死ぬかだけ。うん、あの多分それ未来能力、未来死の能力なくてもできる、その自分の誰かいませんか金運ありますか、見てください大丈夫、金運出たとしてもすぐ吸い取っていくからなくなるんだよな俺、お金ほんとなくなるんだよな。でもなあ、今あえて儲かっとる YouTube さんたち車買ったりやってんじゃん。あの一部だけだってやってんじゃん、うん、俺車はどうでもいいね、うん、俺も車はどうでもいいね、俺も車どうでもいいんだけどな、なんであのお金持ちになるとあの車をいい車に乗ろうとするんだろうね。まあ一種のあれじゃない、そのなんていうか、自分はこんだけお金持ってますみたいなアピールできるからじゃない。あ、そうなの、こんなのがポン買えるぐらいのお金は持ってますみたいな。あ、俺昔あのハウンドドッグっていうテレビでロック歌手おったけどさ、うん、テレビに映ったあの車がシビックやったんやって、うん、すげえ売れとる時にシビックに乗っとるロックンローラーかっこいいと思ったもん。ほう、普通だったらベンツとかさ高級車乗るやんシビックに乗ってきたあの姿がすごいなと思ったもん。たまたま買い替える前なだけではそういうわけじゃない。いや、それではないだろう。うん、アルファードとかみんなエコー乗っとるけど、うん、うん、俺お金持ちになったら、もし本当お金があったら店やる。
うん、自分の店建てるだけだろうなって思う。あなたはないな。車買うそのあれに貢ぐぐらいだったら自分の店のね準備金にするんだろうなっていうのは全然する。車はこのオンボロでいかんと心霊取りに行くと傷ばっかになるもん山道めっちゃ走るから。そう、道外れました